グスタボ・アドルフォ・ムヌアベラは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは GK。2003年に6年契約で、スペインのデポルティーボラ・コルーニャに移籍したが、クラブには、元スペイン代表のフランシスコ・モリーナという、絶対的な守護神がおり、さらに控えにも、元カメルーン代表のジャック・ソンゴがいたためポジション。 争いどころか、ベンチ入りすらままなかった。2004年に、孫悟が、引退、さらに2006年には、モリーナが、レバンテ UD に移籍したが、ラシン・サンタンデールより加入した、トゥ・ドゥ・アワットが、政治系となった。その後は、アワットからポジションをダッシュしたが、2008年1月11日に、アワットによって侮辱的な発言をされたことに対して、王だ。結果的に双方ともクラブから、 出場停止処分を言い渡され、アワットは年末に RCD マヨルカに移籍した。2008から09シーズン、アスレティックビルバオからダニエル・アランスビアが移籍してきたため、再び控えに回った。2009年6月28日、デポルティーボとの契約が満了したため1年契約でマラガ CF へ移籍した。 2009から10シーズン開幕戦のアトレティコマドリード戦でデビューし、3から0で解消した。このシーズンは初めてレギュラーとしてプレーし、リーグ戦全38試合に出場した。2010年8月6日にレバンテ u ユーディ UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得などに貢献した。2013年6月18日、 契約満了により10年間プレーしたリーガを離れ、イタリアのアッコフ・フィオレンティーナに移籍。L2 試合でゴールマウスを守ったが、リーグ戦の出場機会は訪れなかった。2014から15シーズンはフルスであるナショナル・モンテビデオでプレーし、リーグ優勝を見届け現役を引退した。1997年、フィファワールドユース選手権で準優勝した。 1998年5月24日、20歳の時にウルグアイ代表デビューした。チリとの親善試合だった。2001年にコパアメリカ、2002年に日韓 W 杯に出場した。現役引退の翌シーズンによりナショナルモンテビデオの監督に就任した。2015から16シーズン終盤に勝ち点を落とし、優勝を逃したことで、 辞任することを発表した。2017年シーズンにより、ルドジュー・キトに昇平されたが、開幕以降、クラブ・アーストの成績で降格圏に沈み7月4日に、解任された。2017年11月7日に、フルス・デポルティーボ・ボラ・コルーニャとシーズン終了まで契約し、B チームを指揮した。2018年7月10日、FC ・カルタ・ヘナと1年契約を締結した。 ありがとうございます。